平和に貢献できる武道のあり方っていうか、武のあり方っていうものを、ね、やっぱりこう追求していかなくてはいけないなという時代だと思うんだけどね。五輪の書っていう武蔵先生が書かれた5冊の書があるんですけどもね、まあ、やっぱりそこに最後に到達されている空の巻というね、いわゆる到達されている境地が書かれている書物があるんです。いろんな解釈があります、現地の言葉だからね。だけど、まあ、それも含めてですけど、まあ、晩年武蔵先生がその書を書かれたり絵を書かれたり、まあ、穏やかな日々を晩年仏様を彫られたり、やはりなんか自分の人生も戦って戦って確かにその勝利感も得た、自分もたくさんのことを悟った、うん、だけど果たしてこの血で血を洗ういわゆる人を切って切って生きた人生が果たして自分に幸せをもたらしたんだろうかと、そして人を幸せにできたんだろうかみたいなことは感じたんじゃないかと思うんだよね。で現代において、まあ、武道はスポーツ化という方でそういうことを昇華させるというか、まあ、だから本当にルールを持って人を傷つけたりじゃなくて技を競えるように安全を期していわゆるスポーツとして、まあ、武道がスポーツになっていくという方向性も確かに世界中に広がりました。でも精神性みたいなものとか、まあ、いわゆる思想性とか哲学性というんだけども、武術から武道になった時、現代武道になりました。そうすると師匠は道やりませんかという本を書きましたけど、道っていうジャンルは何も武術格闘ばかりじゃないんです。 むしろ書道とか茶道とか、まあ、華道とか、そしてまあ仏教のこともね仏道と言ったりもしますよ。だからそうやってこう人を成長させる、まあ海岸っていうとあれですけど、まあ、どっかに開発をさしていく、上達、上に達する、じゃあ上ってどっちだろうとか、人にとっていわゆる道って何だろうっていうことが、実はこういう戦い、生身のね人が人と切り合う時にね、まあ師範がね、今そういうこういうことも含めて現代の武道道、まあ、武道武の道のあり方というののね、まずは人の開発方法として、なぜ戦いでなくちゃいけないのか、お茶でも茶道ですよ、ね、書でも書道だから字で道を追求したっていいじゃないですか。でもね、なぜ戦いでなくてはいけないんだろうっていうことをね、すごく思ったことがあるんですよ。これはもう道ありませんかという本にも書かせていただいたんですけど、悩んじゃって戦う必要ってあるのかな、人と現代において争う技術をまあ、そう追求していきながら、一方で道って言って、うん、いわゆる人の開発方法だっていうならば、何も闘争をしなくたっていいんじゃないかということの中で、皆さんぜひ前の YouTube のね番組にまた帰ってもいただきたいんですけど、上柴盛平先生の記念館にセラと一緒に伺ったところにね、まあ、自分の道ありませんかをで、まあ、一つ書かせていただいたというか提案していただいたことがね、こう後ろ盾になることがね、あの偉大な武道家である上柴盛平先生の記念館にね、こう上柴先生の言葉として書かれていたんですね。ね、うん、合気道は争うための道ではなくて、うん、愛し合うための、合気道の愛は愛の愛である、ちょっと戦う必要ないじゃないかっていうことの答えがね、なかなかそこにも書いてないし、もっと言えば船越義珍先生は空手に先手なしと言った、先手をしないということはスポーツの競技だったらファイトファイト、もっとほら攻撃し合わないと3分終わっちゃうよ、そうすると試合にならないでしょ、だから先手ありで先にポイントを取った方が勝ちということになりますよね。剣道でもそうでしょ。そうです。そうすると空手に先手なしっていう言葉と、まあ今の競技を主体として勝つための空手というのは、これどうして矛盾してるんだろうっていうふうに師範はやっぱりそれもやっぱり悩んだんですよ。師範も競技を勝つために一生懸命空手をやってた時があったからね。だからそれ時にうーんって考えた時に分かったことがある。空手に先手なしと、それから合気道の愛は愛情ない、まずね戦
戦わなきゃいけない理由っていうのは、あのね、戦いっていうのは一番人が残酷になる。人の中には残酷性ってあるでしょ。ね、なんかやっぱり悔しかったり怒りだったり、なんかいろんなことでこう残酷になってしまう。だから戦いという場所になると、人と争うという、具体的に争うという現場に身を置くと、実は人の一番の醜さとか残酷さとか、まあ言ってみれば弱さも出るかもしれないね。怖いから、怖いなっていう気持ちだったりとか、もっと言えば野蛮さとか、そういうね、人が一番野獣のように動物的になってしまう場面で、いかに理性を持って、ちゃんと自分のことを身を処せるかっていうことを試されるものが武道なんじゃないかという結論。だから空手に先手なしというのは、自分から仕掛けることはしない。それ戦わなければ一番いいけども、もし戦いを挑まれてしまって自分に危険がじゃあ及んだ時はどうすればいいかって言った時に、殺されてしまえばいいのか、大事な人を守れなくていいのかっていう、今度問題が残ります。その時にも野蛮にならず、残酷にならず、そしてこの戦いというものを一番いい形で、相手もたくさん傷つかず、こちらも傷つかずという方法や技をに極めていくのが、実は空手に先手なしと合気道の愛は愛の愛であるというね。だから合気道っていうのは気を合わせると書くでしょ。そうじゃないと技がかからないようにできてたりとかする。究極空手に先手なしも同じです。空手に先手がないということは、受け技をするとか相手を避けてからっていうことだから、相手に合わせないで受けられるなんてある？ないです。ねえ、勝手に受けるとかない。勝手に攻撃をすることあっても、勝手に受けてるということはなくて、相手の攻撃に、もしくは気に、きちんと自分の技も心も合わせていかないと、空手に先手なしも合気と言われる技術も、実は俺そのね、到達点なんじゃないかと。現代のに近い、まあ、武術から武道になって、もっとさらに平和を願わなきゃいけないのに、なぜ我々は闘争の技術を相変わらず伝承しているんだろう。そのままでは人殺しの技になってしまう。じゃあどうやって進化をさせればいいのかなって考えたんだと思うんです。で、思案もその先生方の言葉がわからないままに一生懸命考えてる。で、一つ航空会を作って、答えを一生懸命自分で、見つけていく過程で、道ありませんかという本を、その提案をさせていただいた後にね、やっぱりあの空手に先手なしの女越先生の真の言葉の意味とか、まあこうやって修武旅行でね、行かせていただいて、合気道の上島先生の、まあ、気に触れるというのかな、そういうふうに触れた時にね、ああなんかね、声が聞こえたようでしたよ。現代においてね、それが上島先生とか、船越先生が、お前さ、そういうことだよね、それ頑張るよって、まだまだですけど、思案なんかね、だけどまあ背中を押してもらったようなね、あ、この方向で思案は空手道航空会という団体で、武道というものをね、究極技は人を傷つけすぎず、だから自分も傷つかず、人も守れて、戦いもいわゆる極力抑えられる、そういう技と方法を究極は磨いていけるんじゃないかというね、そういう思いでね、あの航空会の技っていうのをね、今定義して、試合もそこの境地を目指して日々稽古をね、やってるのでね、セラも、試合の内弟子としてね、こういう試合の思いの空手をやってるんだということを、また忘れないで、まだまだね、シアンももちろんだけど、セラはまだ本当に入り口に立っただけですよ、ね、だからこれからそういう武道をこれ伝承していく人としてね、この思いはここでね、改めてこの血統と血という、この本当にこう、ちょっと言い方なんですけど、血生臭いね、この現場だからこそ、今の航空会からでの武道の在り方とかね、そういうことをちょっと深くお話をさせていただきましたけど、さあセラ、最後にそのことに対しての、思いはどうですか？宮本武蔵先生が生きてこられた時代は、やっぱり激動の時代で、
宮本武蔵先生も人を切らないと高い地位というか地位につけなかったり、うん、やっぱりしょうがない、そうやって不幸な時代だよね、逆に言えばね、そうしないと生きていけなかったような時代だと思うのですが、うん、平和な世の中で武道をやる意味というものを師範の空手で私は学んでいるので、うん、逆にね、平和な時代にやる空手っていうよりも平和になれる空手じゃないとダメだと思うんだね。平和な時代にって言ったって平和だとは限らない。だから戦にならないために、だから合気道の愛は愛の愛であると、その技術を今追求すると実は憎しみとか、まあ言ってみれば怒りとか、まあ闘志みたいなものがあるとできない技っていうのがあることに師範はようやく到達しつつあるんですよ。でじゃあその時の心境をあえて言うならば何ですかって言ったら、会うっていう字だったり愛っていう字だったりする、そういう状態、気持ちというか心境にならないと、そういうふうな能力が出ないとか、そういうふうな体の使い方ができないとかっていうところをに今技は、まあ、入りつつあります。だからそういう意味では平和に貢献できる武道の在り方っていうか、武の在り方っていうものをやっぱりこう追求していかなくてはいけないなという時代だと思うんだけど、十何年も師範の国会で空手を学ばさせていただいて、人生の半分以上も空手で学ばさせていただいて、やっぱり師範の空手がなかったらこの師範のお考えも消化できない部分もあると思うので、やっぱり武道で育てていただいた私の今も、そしてこれからもずっとずっと育てていただいた空手に恩返しができるように頑張っていきたいと思います。まあでもこの思いを継承しないとですよね。そうです、この思いをちゃんと自分の中に入れて継承していくっていう気持ちでこれから稽古を追求しないといけないのね。はい、ということで皆さん、この一条寺下がり松に来て、こういう場所だからこそ、まあ、血で血を洗うといえる戦いの場所だからこそ、現代における武道の存在意義とかね、そういうことを考えるっていうことも非常に意味のあることだなというふうにここに立ってね、思った次第です、ね、師弟ともこれからねともどもまた、まあ、武道もしくは空手道で、さらに何らかの形で皆さんに武道というものが、もっともっと貢献できるように、頑張っていこうというふうにね、誓った、この一条寺下がり松の場所でした。はい、ということで、今回はこれにて終了させていただきたいと思います。皆さん、じゃあほら皆さんにチャンネル登録お願いします。しなきゃいけないんで、はい、行くぞ。シオとセラの修復旅行、はい、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。お願いします。